お前ら本当に何も見えてない。声が盲目すぎて何も見えてないわ。さあ9月4日日曜日の朝でございます。学園祭最終日ですね。今日が学園祭最終日、楽しみだけどちょっと寂しいかも。あーもう終わっちゃうの。柳くんとの恋愛も、柳くんとの恋愛は終わんない。これから柳くんとの恋愛が始まるんだけど、このドキドキしている時間がもう終わってしまうと思うとちょっと寂しいですけれども、最後の告白までね突っ走っていきましょう。ちょっと待って、押したり勇士いるんだけど。押したり勇士いるから声かけに行きたいんだけど、ダメかな。なんか対応違ったりするかな、押したり勇士だったら。もうここは昨日来たからっつって帰っちゃうかな。契約もいるし。毎度。あ、どうも。あ、ごめんなさい、見てただけだから。前に来たし今日はいいよね。あーそっか、2日目来た時押したり勇士になってるのか。いやだったら2日目に来れば押したりと話せたのかな。いやちょっと惜しいことしたな。次もしあの他のキャラやるときあったら2日目に来ようか。うわーちょっと話したかった。どうしようかな。なんか他話しかけてない人いたかな。なんか一通りみんな話しかけちゃってるから目新しいものはない気がするんだけど、とりあえずカイドウくんに声かけに行こう。金魚すくい面白そう。1回100円だ、やるか。金魚すくい100円は安いよね。はい、ほれポイとカップ。よし、やるならあの大きなゼメ金狙わないとね。えい。なってねえな。逆に向かってそういう口出しするのやめてもろて。ふう、残念。よし、もう一回。ダメだな、そんなんじゃいくらやっても救えねえ。う、じゃあ見本見せてください。いいだろう、よく見とけ。ブーメランスネーク。若干可愛い、引いちゃってるじゃん。バシャテニス技を金魚で応用するのやめてもろて。うわー引いちゃってるじゃん。可愛いが引いちゃってるよ。どうだじゃねえよ。私には無理です、諦めます。真似しなくていいのよ。お化け屋敷夏向きの企画ね。入るの、入場料100円。なんかシンジ君に会いたくて来ちゃったよ。シンジ君。え、うん、こういうの一人で入るにはちょっと。なんだ冷やかしかよ。困るんだよなそういうの、邪魔だから早くどっか行ってほしいな。このね、この辛辣のイブシンジをね、私はね見に来たの。失礼しました。心地いいね、こんだけストレートに言ってくれるの。逆に心地よくてね、好きなんですよ。どうですか調子は。ん、まあまあってとこ。まあまあですか。悪くはないが、さて優勝を狙うとなると厳しいかもしれないな。そうですね、何かいい手があればいいのですが。いい手ですか。何かあります。あ、そういえば抹茶はどうなりました。あまり売れていないな。馴染みが薄いんでしょうね。普通の人はなかなか頼みにくいと思いますよ。でしたら表の長椅子を使って夜店をやったらどうでしょう。ほう、ちょっとしたパフォーマンスだな。立てたお茶を和菓子と一緒に飲んでもらえば抹茶と和菓子の相性も分かってもらえると思うんです。なるほど、少しは抵抗感もなくなるでしょうね。やっぱ甘いものと抹茶ってすごい相性いいよね。実演販売みたいだな。いいじゃん。客の反応がさらに客を呼ぶ引き金になりそうだ。なかなかいいアイデアだ。いいですね、やってみましょう。やってみましょう。イケメンたちが茶を立ててたらもうみんな寄ってくると思うけどな。好調ですね、抹茶の売り上げ。ああやはり和菓子には抹茶が合う。うん、よかった、うまくいって。二人ともここはいいですから休憩に行ってきてください。そうか、ではそうさせてもらおう。かわいい、かわいい。あ、はい。
それじゃああとは残りの模擬店回っていこうかな。あ、お化け屋敷だ。あ、ここはちょっとさっき来ちゃったわね。お化け屋敷か。あんた神尾君。やはりここは不動峰の森店だったか。ああ、一階の柳さんでしたよね。そうだ。関東大会の借り、全国で返させてもらうっすよ。ふそうか。楽しみにしていよう。めっちゃ神尾君が敵むき出しじゃん。で、入るんすか。いや、やめておこう。彼女はお化け屋敷が苦手だというデータがあるのでな。いや、私は入りたいけどね。この可愛いが入ってくれないんだよな。え、そんなことも知っているんですか。ああ、当然だ。ううじゃないねん。喫茶店か。この内装の趣味は。ようこそいらっしゃいました、柳くん。やはりな。ブドルフの模擬店だったか。いかがですか、入りますか。いや、ここの喫茶店さ、誰も入ってくんないから内装すごい気になるんだよな。どうすると思うかね。うん、入らないでしょうね。あなたの好みとはずれているでしょうから。この水木くんもあのデータテニス、若干のデータテニスやってんすよね。データ集めて敵がどう動いてくるかっていうのを考えながらやってる、そういうタイプのテニスプレイヤーですね。いい読みだな。正解だ。行こうか。あ、はい。結局お店入らないからこの時間なんなんって毎回思っちゃうんだけどね。一緒にお店回れるのは楽しいんだけどさ。もうすぐ模擬店コンテストの結果発表ですね。そうだな。優勝できる確率ってどれくらいでしょうか。俺の予測では 100% だ。間違いないね。え、そうなんですか。ああ、間違いない。来たパチーン。これより模擬店コンテストの結果発表を行う。模擬店コンテスト売上およびアンケートのトップを獲得したのは、でけ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 ーん。あー、部長たちの顔が出てきまして、バーン。立海大付属の甘味どころだ。いやー、優勝です。よっしゃ。よっしゃ。やりましたよ。私たちの甘味どころが売上アンケートともにトップです。予測通りだ。我々の苦労も報われましたね。いや、マジで苦労報われたと思う。これは優勝でいいと思うんだよな。だってなんか急にさ、あんこなくなっちゃって、夜の10時近くまでさ、みんなであんこ作ったんだもん。これで負けたら悔しいよ。やるじゃないですか、先輩たち。大したもんだ。お見事なり。ご苦労だった。お前たちのおかげで我が立会が総合でトップとなった。皆さん本当におめでとうございます。これもお前のおかげだ。そんな、私は少しお手伝いをしただけで、まあいい案を思いついちゃったのは私ってところはありますけど。いや、お前のアイデアのおかげだ。ありがとう。いえ、そんな、ありがとうございます。学園祭もこれで終わりだな。あ、終わっちゃうわ。そうですね、あとはキャンプファイヤーと社交ダンスだけ。この2週間いろいろあったが、楽しい思いをさせてもらった。はい、私もです。うわー、この後柳くんが告白してくると思うとワクワクだわね。もう告白される前提で動いております。これで合同学園祭もファイナルだ。終わりですね。よし、みんな楽しんだようだな。それじゃ。ちょっと待てよ、締めの挨拶はうちの手塚がやるはずだろう。ふん、目立ちたがり目が。気づかれたか。まあいいさ。じゃあ手塚、しっかり締めてね。バレなきゃいいと思ってるところがまたいいよね。アトベのこのバレなきゃいいと思ってるところ嫌いじゃないよ。合同学園祭も残すところキャンプファイヤーだけとなった。
相変わらず硬いな、手塚くんは。だが、まだ学園祭が全て終わったわけではない。家に帰るまでが学園祭だ。あらら。では、油断せずに行こう。こんな時までそれかよ。さて、楽しかった学園祭もこれでファイナルです。最後は勇士による社交ダンスで締めくくりとなります。どうなんだろう、踊るのかな。社交ダンスか、ステップは覚えたけどどうしようかな。ここにいたのか。かわいい。みんな突然私の顔を見るとハッとしたようにかわいいって言ってくるよね。あ、柳先輩。どうしたんですかと聞くつもりなら、答えはお前を探していたんだ。私をですか。ああ、少し話があってな。今いいか。はい。先輩ならはいって答えること分かってたんじゃないですか。いや、残念ながら予測できなかった。え？少しここから離れるか。こんなに私が柳くんのことを好きだって思っているのに、そこが予想できないなんて、やっぱり恋って盲目よね。あ、はい。この辺りでいいか。はい、あの、お話って。みんな告白の時になるとここの噴水の前来るじゃん。なんなの、告白すると成功する噴水なのここは。少し長くなるが構わないか。はい。すまない。俺はこの学園祭である人物のデータを集め出した。テニスとは関係のない人間だ。はい。俺の気づかないこと、俺が発見できないことをその人物は次々と発見していた。その上で俺のサポートをしてくれたんだ。俺はその人物がなぜそこまでできるのか知りたいと思うようになった。一体誰のことだろう、全然私わかんないな。その人物の仕草や癖、表情などのデータを集めていくうちに、うん、自分の中にある感情が生まれたことに気づいた。その感情が何か俺は気づいていなかった。幼馴染に指摘されるまでは。いやー、乾くんが指摘してたもんね。お前気づいてないのかって。あの乾くんに指摘されてたからね。ある感情？気づいてから苦しい時もあった。そしてその苦しさから解放される方法をすぐに思いついた。だがそれを行動に移すことはできないでいた。もし断られたらその人物を見るのも辛くなってしまう。同じ学校だから誰かの隣で笑っている姿を見るかもしれない。ああ、なるほどね。そこまで考えちゃうんだ。確かにね、同じ学校だからワンチャンまたどっかで見ちゃうかもしんないもんね。そんなことは俺には耐えられないだろう。確かに。先輩、あの、もしかして好きな人がいるんですか？ああ。そうですか。好きな人が、先輩が私を見てくれることはないんだ。何を言うてんやお前は。ちょっと待てお前、好きな人はお前やろが。どう考えても、どう考えてもお前や。何を言うてんねん。絶対にもこいつ、マジでこいつ。どうした。いえ、何でも。お前ら本当に何も見えてない。恋が盲目すぎて何も見えてないわ。私がここで落ち込んでも何にもならないじゃない。先輩に心配かけるだけ。それよりも先輩にはちゃんと好きな人に好きって言ってほしい。先輩はまだ好きな人に何も言っていないんでしょ。まあ、ちょっと、まあ、声優さんの演技がうますぎる。この、あーって、あの吐息を入れるのがうますぎる。だったら言わなきゃ、好きだって言わなきゃダメです。
確かに断られるのは辛いです。だけど今のままだって辛いはずです。私もその失恋してまだ決まったわけじゃない。でも告白してなくて勇気を出しておけばよかったって今は思っているんです。そうだったのか。かわいい。だから先輩頑張ってください。正直なところ今日告げるつもりだったんだが今になって怖くなってきたな。なんか目の前のやつがさ失恋しましたって言ったら、あ、じゃあ今まで俺のこと好きじゃなかったんだって今思っちゃうよね、こんな言われ方したら。でもお前の言葉で心が決まったよ。頑張れ柳くん。よかった、先輩なら絶対大丈夫です。そうか。先輩かわいい。はい。あ、この暗転は海岸だ。お前が好きだ。あ、ごめん今黙ったわ。大きな声で海岸だって叫ぼうと思ったけど、このセリフは聞き逃しちゃいけないと思って今黙りました。もう一回聞いとく。俺はお前が好きだ。え、失恋したところにつけ込むようだが言わずにはいられないんだ。もう、あ、ダメだ、言葉出てこなくなっちゃった。じゃあ先輩の話にあった人って私ですか、この鈍感め。そうだ。嘘みたい。紛れもない事実だ。お前には迷惑な話だとは思うが。そんなことない。私柳先輩のことが好きです。驚きだな。告白しようと思ってたけど勇気がなくて、さっき先輩に好きな人がいるって聞いてもうダメだと思って、先輩だけでも好きな人にちゃんと好きって言ってほしくなったんです。先輩なら絶対に大丈夫だから。そうか、確かに大丈夫だったな。距離どうなってんだろう、多分めちゃめちゃ近い距離にいるよね、この声の質的に。はい。もう一度言ってくれないか、俺のことをどう思っているか。抱き合ってんの。抱き合ってんの君ら今。はい、大好きです、柳先輩。ああ、俺も好きだ。距離が近いんだけど、声の距離が近すぎて耳がくすぐったいんだけど。わあ、甘かったね、すごく甘かったね。今カロリー摂取がすごすぎてちょっとしんどくなってきちゃった。このエンディングの後生きてられるかな私。よし、じゃあエンディング飛ばしまして、浴衣デートじゃん。もうなんかさっきからスチルが3連チャンできててさ、なんか今までのデートでさ1回もスチルがなかったのを全部放出してくるじゃん。もっと分散して出してくれてもよかったんじゃないかって思いますね。人がいっぱいですね。わ、夜店もいっぱいある。はぐれないように気をつけろ。かわいい、あの下の名前で呼んでくれないんだ。大丈夫です、こうやってレンジ先輩が手をつないでくれてるし、レンジ先輩呼びになってるじゃないですか。タッチ、触れるとこ、ここの手しかないよ、手しか。まあいいが、はしゃぎすぎて手を離すなよ。はーい。どうした。浴衣着てくださいってわがまま言ってよかったなって思ったんです。先輩やっぱり浴衣がよく似合ってます。そうか。はい、私の彼氏はやっぱりかっこいいなって改めて思いました。いや、かっこいい、和装がすごく似合う。お前も浴衣がよく似合っている。そうですか。ああ、
俺の彼女はやっぱり可愛いと改めて思っているぞ。もうからかって、なんだこのカップル、なんだこのカップルは。からかってなどいないさ。ありがとうございます。さあもうすぐ花火の時間だ、少し急ごう。はい。あーよかったね、このエンディングめちゃめちゃ良かったな。ん？お前らそこそこ似合ってるじゃねえか。アトベ君にもお墨付きいただきました。アトベ君にも柳との似合ってんじゃないかって、柳君とお似合いじゃないかって言っていただきましたね。いやー面白かった。最後の怒涛の甘さだったね、なんかすごい甘かったね、やばかった、あんこよりも甘かったんじゃないでしょうか。というわけで柳ルートね、終わりました。テニスの王子様ね、投稿が結構のんびりペースで上がってたと思うんですけれども、一応今回で、一通りは終わりかなっていう感じですね。まあそのうちまたやりたくなったらやるかもしんないけど、一旦学園祭の王子様はこれで終わりにしようかなと思いますのでお願いします。またねリクエストとかあったら受け付けていこうと思いますのでよろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。滝月でした。バイバイ。